とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日はですね、タワーが早めに終わったので、デイリークエスト、久しぶりやっていきましょう。やっぱりデイリーは楽しいね。ここ、深海の、深淵のモニュメントが、デイリー3です。HP が1になるのがね、ちょっと厳しいかなとは思うんだけども、まあ、ここ、結構いいやつが出まくるので、行ってみましょう。では行きましょう。海底はね、カバンビルドが間違いないです。矢がほとんど意味をなさなくなるので、カバンで行くのが無難だね。で、そのカバンの時に、そうね、パープルストームが、無難な感じだけども、もろに、攻撃力を上げていきたいなっていうんであれば、機械仕掛けでもいいかな。ただ、矢の燃費は最悪なんだけどね。むちゃくちゃ使うもんな。まあまあ、今回は、とりあえずパープルストームで来てます。これだね。パープルストーム。で、ソウルダンサーです。パープルだったら、まあこれ無限もついてるし、燃費は悪くないので、別に矢を無限増殖しなくてもいけますね。で、なんかね、コメントでね、深淵のモニュメントのクリア方法がちょっとわかりませんみたいに来たんだけども、どの辺かがちょっとわからないね。多分迷うであろう場所をちょっと放送しながらやっていきます。まあ、こんな感じで、カバンビルドでね、進んでいきますね。あ、ここはちょっと分かりづらいかもしれないですね。コンジットを取る場所なんですけども、あ、無念。これをね、取るところがあるじゃないですか。で、これを取ります。で、そしたらば、このコンジットを2箇所、祭壇にね、捧げないといけないですよね。で、それで扉を開けて、奥にある、スイッチに触らなきゃいけないのかな。で、それが、ちょっと分かりづらいと思う。で、行き先は、この下のね、黄色い矢印で、書いてあるので、大体分かると思うんですよ。この黄色い矢印の先に、スイッチがあるので、そこに向かって行ってください。そうするとね、ここ、この上に、コンジット置けるのよ。丸ボタンで置けるので、ここに置くと、扉が開きます。で、このまんま、この先まで進んでいってみてください。そうすると、スイッチがあります。で、それを押す。これがね、2箇所あるのよ。2箇所。2箇所ともやってみてください。あぶね、トゲがついてる。いや、別にイルカを倒したいわけじゃないんだ。できました。あー、この先か。結構めんどくさい、ギミックがあるので、それを、うまいこと解きながら言ってください。ここはスイッチを押していくだけで OK です。あとね、スイッチを押すと扉が閉まったり開いたりする。そういう場所もあります。あと、鍵がね、20個ぐらいあって、その中から当たりを探すみたいな、そういうギミックもあるので、まあそれは自分でうまいこと解いてみてください。そんな難しいことはないと思います。まず、1つ目です。有効化。ビーコンか、これ。で、このビーコンを、あと1箇所、探しますね。場所は、さっきと同じく、黄色い矢印の先。そこに向かえばあるので、行ってみてください。では、2箇所目行きまーす。まあ、そんな難しい、ところじゃないので、大丈夫でしょう。まあ、今回ちょっと難しいかもしれないな、これ。本当に。一回やられちゃ終わりっていうのがね、これ嫌いなんだよな。やばいやばいやばい。よし。で、多分、この感じだったらば、鍵がいっぱいあるタイプじゃないかな。ほら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 。鍵がいっぱいあるタイプ。この中から本物の鍵を探してください。敵は確か出なかったと思うんで、気楽に行ってください。まあまあ息がね、持ちにくいと思うので、
うまいこと息継ぎをしながらやってください。あった、発見で、これでビーコンを作動するのはおしまいです。で、このビーコンを2つ作動させると、中央の扉が開きます。さっきビーコンを取った場所あるでしょ、そのビーコンを取った場所の、扉ですね、そこが開いてるのでその先に進んでください。そうするともう少しで、ボスかな。やばい、息が持たない。息がね、持たなくなることもあるのでちゃんと息継ぎはしていってくださいね。俺の場合はヘルスシナジーか、あれがついてるのでなんとか生き残ってるけど、まあ息継ぎができないとやられるから、やばい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 。で、ここ進む方向ですけども、この洞窟じゃなくってこの道なりに進んでいってください。ここ洞窟に入る場所は一つもないと思います。とにかく道なりを、ずっと進んでいく、そうするとボスの場所までたどり着きますので。洞窟に入るとね、ちょっと手前のところに飛んでいったりするので洞窟には入らなくて OK です。道なりに進んでいってくださいね。ボス来ました。機械仕掛けに変えてちょっとやっていきます。全然雷出ねえ。ちょっと待って、これワンパンしよう。ワンパンでいこう。ちょっとあれねえぞ。スポンジスポンジスポンジ、どこだ。あ、あったあった。ちょっと、あ、嘘、ワンパンできてない、マジか。ちょっと、あー、やめてやめてくれ、ちょっとやめてくれ。 OK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 、 次やる次やる、次倒すぞ。もう機械仕掛けいいかなと思ったけど、矢がね増殖してないからきついわ。おっしゃー、おー、よかったー。でキャプテンはね1体しかね見つけきれませんでしたね。どうだろうか。じゃあ一応幸運を装備してクリアしましょう。ではまず弓だね。バーブルバスターが来るか。バブルバスターなあ。しょぼい。バブルバスターか発光イカ、どっちか。はい、ということで今日は久しぶりにねデイリークエストやっていきましたけども、なかなか難しかったね。デイリーはねやっぱ一番難しいのかもしれないな。うん、間違いないと思います。ということでまたやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。